はいじゃあ次にですねご紹介させていただくのはちょっと変わった楽器ですけれども A フレームというですね、えー、電子パーカッションの類になるかもしれませんけれども、えー、ご紹介したいいと思います、えー、A フレームっていうのはですねあのー、ちょっとキーワードがありまして、えー、エレクトロ・オーガニックというですね、えー、キーワードをつけております。一つは あエレクトロニクスというです、ね、キーワードそれからオーガニックというです、ね、この2つのーキーワードをくっつけたものなんですけど造語なんですけどもねあのこの楽器周りがです、ね、竹でできておりまして、えーまあ、木なんですけどもこの真ん中はです、ね、ポリカーボネートという樹脂の板それから実は後ろにはこういう基板がありまして、えー、このような音が鳴ります。 ちょっと不思議な音が、まあ、なりますけれども実はこのおお楽器なんですけれどもアコースティック感覚で,できる演奏できる電子楽器というこれ何だろうということなんですけれどもまず手で叩く楽器だということは分かっていただけるかと思いますねでそして今ちょっとやりましたけれども叩く押すこする まあこういうですね、まあ、本来の生楽器で行われるようなあ演奏方法そのままでですね伝承、えーまあ、を片でることができるというところですねそして3つ目この中にまあ新技術のア,ブアダプティブティンバーテクノロジーというですね、えー、言葉になっていますけれどもちょっとこの楽器のまあ成り立ちっていうんですよねそれをご紹介しますとですね実は この楽器の真ん中この辺りですね、えー、ピックアップが一つついていましてこれはピエゾマイクなんです普通だとですね今までご紹介した電子ラムンドだとピエゾピックアップっていうのは振動をとって電気信号に変えてサンプリングされたものを再生しますがこれ実はサンプリングした音を再生しているわけじゃなくてこのポリカーボネートを叩いている弦音をですねマイクで拾うんですねでそのマイクがこのセンターそれからこのエッジ部分 にいいていますでもう一つセンサーがありまして真ん中にこの辺りにですね、えー、圧力センサーが入っていてさっき押すという作業をしましたけども押すとピッチが変わる離すとピッチが戻ってきますねこれってあのいわゆる本来の太鼓の形です太鼓があの木の枠に皮貼られていてテンションをかけるとピッチが上がるしテンションを下げるとピッチが下がるという。 こういう、まあ、動作をですね、そのままやってるわけですけれども、ちょっとこの音をですね、えー、まずはご紹介すると、ですねその叩いた音っていうのは何だという話なんですけれどもこれ、これがいわゆるマイクで拾ったそのままの音です。何も加工していません。この 叩いた音にはですねすべ、えー、ての周波数帯が実は含まれていてそこからある特定の周波数帯を抜き出してですね、えー、そこにいろんな倍音の成分をつけるとですね音が劇的に変わるさっきのこういったものもさっきのあの叩いた原音に周波数を抜き出してそれを変えていくとこういう音になる例えばこんな音も 作れるわけですねでこれ今擦ってますねで今あのピッチがねこう変わっていきましたけど実はそのピッチの変え方もいくつか種類がありまして、えー、先ほどやったのはちょっとリニアにねこうピッチが上がってきましたけど今度はですねスケールでピッチを上げていきます。 このスケールっていうのはあのいわゆるあのギターやってる人はよく分かりますけどメジャーとかマイナーとかねこういったものがありますトライアドとかペンタトニックとか、えー、もっと言うとですね、えー、例えば中国音階、えー、琉球音階、えー、アラビック音階、まあ、いろんなものがありますけどそういったものも中に入っていますのでこのスケールを変えることによってこの音程の変わり方も変わります。 こういったです、ねえー、ものを使うとです、ね、非常に、えー、幅広い面白い演奏ができるわけですね。で、えー、ちょっとそのアラビックな感じのものをですねちょっとやってみたいと思います。よいしょ。もう本当に叩たいてるだけなんですよ実はね。叩いてちょっと画面を押す軽く押すだけで。 こんなことができるパーカッションです、はいでえー、このパーカッション先ほどあの周りの枠がね、えー、木でできているという話をしてましたけどこの木はですね実はあの日本のですねギターメーカーで有名な藤原、えー、さんとですねコラボレーションをして、えー、誕生したものでございます。非常にこう伝統工芸っていうんですかね あの実はネジをほとんど使ってなくて組み切で組んでそこにですね雇いざねという方式で止めていますのですごく一個一個があの手作業で作られていますそしてえこの楽器の大きなですね特徴今4つ書いてあります1つは先ほどの新しいサウンド方式あのサンプリングが鳴ってるわけではないので い、えー、いろんな形式でで音を作っていくことができます、まあ、アナログ心臓サイズは近いといえば近いのかもしれません考え方がでそれをおー自分で音色を変えていくとですね、えー、パラメーターを変えていくとどんどん音ができますので実はこう音色いくつ入ってますかなんて言われるんですけど、まあ、無限大なんですよね作れば作るほどまあ保存ができていくということです、はい 2、えー、つ目はそのアコースティックに近い演奏感ということで先ほどの叩くそれからこするそれから押すことでいろんなコントロールができるというところがですね非常にこうレスポンスが早い特に手で叩く楽器っていうのは自分の手の感覚がありますからすぐに反応しないとやっぱりちょっと違和感があるんですけどもこれは本当にマイクで音を拾っているだけですので、えー、すごくその反応が早いというところですね。 そして3つ目が先ほどの竹のフレームこれもあの何がいいって言ってですねこれはあのすごく触ってて気持ちいいんですよというのはこのフレーム実はこの竹の修正材ってやつを使ってるんですけどもいわゆるフローリングに使ってるような素材なんですねだからすごく触ってて気持ちいいんですえこういったあ、ね、素材もあの一つの特徴になっていますそして4つ目がですね実はワイヤレスということでですね実はこの楽器今 はい、ちょっとミュートします、はい。ということで、ここにですね、ちょっとバッテリーをつけてます。これはあのモバイルバッテリーですね、携帯用のモバイルバッテリーですけども、をつけて、マジックテープで止めてるんですけども、このモバイルバッテリーから電源を供給しています。今のこう、ね、PA から出しますので、うんえー、ここに出力をつ,けつないでますけども、実際には、このバ電源自体は、ンシアダプターでもなく、このワイヤレスバッテリー。 でワイヤレスバッテリーってはどこでも売ってますので、まあ、複数持っていればいつでも買えられるでもこれ1個でほとんどですね34時間もっとちょっと大きいものだったらもうほとんど1日持っちゃうというぐらいの消費量です。 でさらにこの出力をです、ね、なギターワイヤレスなんかです、ね、使っていただくとです、ね、完全ワイヤレスになりますなのでこの楽器を持ってです、ねえー、ステージの真ん前にも飛び出ていくこともできるというようなです、ねまあ、パーカッショニストではなかなかあのそういったことができない場合が多かったですけどもソロ楽器としても使っていただけるということです、はい、で、えーまあ、あのこの電子パーカッション ですねえーまあ、大きな違いというのは従来の電子パーカッションというのはやっぱサンプリング形式が多いですから叩いて、えー、何かサンプリングしている音を再生する、えー、それに対して AFRAME というのは本当に、えー、自分が欲しい音をまた目指してですね音を作っていけるし、えー、実は a f レー m っていうです、ね、f f のというですね a f r a m と j p という専用サイトがありましてそこに世界中のこの a f レー m のユーザーがですね自分の作った音色を聞いてくれ てそれをダウンロードして自分で,です、ね、その試してみれるとかです、ね、自分が作ったものをまたアップロードしたりすることができるという非常に、えー、変わったです、ね、楽器ですけれども非常に存在感のある楽器だと思います、えー、中にはです、ねえーまあ、ソロ楽器として使っていらっしゃる方もいらっしゃいますしアンサンブルの中で、えー、ボーカルをしながら、えー、リズムを刻んだりとか そういったです、ねえー、ことに使っている方もまあ中にはいらっしゃいます。